さあやっていきましょうか。ブルーです。バイオハザードシャドウソブローズ。いやまあいよいよおそらく多分、まあ、最終パートになってくるんではなかろうかっていう予想ですね。ホワイトソーセージケッツ、まあ、いろいろとこうローズとか、まあ、それから仮面公爵ね、あの高校博士団ってね、あの明治時代の日本史なんかやってる人だからね、公爵公爵公爵伯爵ってね、子爵ってね。だからあのカリオストロなんかに出てきたさ、カリオストロ伯爵って言ったら、伯爵だから上から3番目だから大したことがなかった実はみたいなね、オチなんだよね。でラスボス戦う、おお、そんなのがよくわかるね、さすが力の持ち主っていうところか。で何が強い力、もう動けない、目に入るあのアグル勇気でこんな風に動けなくなる前に、あれちょっと待って、こんな風に動けなくなる前にって、え、実はさりげなくあれか、 いたのかここまで。ネズミちゃん、ネズミちゃんじゃねえや、 うさぎちゃんか、うさぎとかめマイコね、え、未だにまだあのエブリンから逃がしてもらうときに出てきたイーさんが果たしてどうなったのかっていうのが分かってないからね、この奥ね。でこの上に金婚があるんだけどないんだよね今は。もうボーンって、まあこれまああれか、精神世界のあれだからか。アーベマリア、いや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 、え、じゃあ京都やん。調べる、満ち満ちて滑たる黒き神よ、今こそ新たな世界を作りたまえ、黒き英知による恵みを再び授けたまえ、失われて散った愛と死後がこの地に落ちた地によりて、むしろ、じゃあ、うつろの眠りから誠に目覚め、すべからく救われんことを。え、なにこれ、バイオ4と繋がってる話になってるか、バイオ4からここに繋がってるっていう話だと理解してもよろしいでゴンスか。だって、ね、じゃあ京都で、消えろ、消えろ、消えろって言いそうじゃないですか。ね。じゃあ入っていきましょうか。特に拾えそうなアイテムはないよね。ね、結局ラストパートまでこのバグった世界ね、見て、カプコンのサポートセンターに問い合わせてみた結果、なんか動画送ってくださいとか、このファイル送ってくださいとかっていろいろ送ったんだけど、なんかファイルがなんかうまく開けなかったみたいで、まあ、結局ね、動画を送ったっていうところで、まだその帰ってこないままにこれ今パート進めちゃってるんで、まあ、世界初のバグった世界をクリアするゲーマーブルーホースっていうことでね、これが本物の結晶か。ほう。元研究所にあったやつだからすごい怪しい感じがするんだけど大丈夫？ It's working. ほう。力が抜けていく。ああ。お胸が膨らんでいく。そうみたい。これが普通の感覚。いい、そんな普通とか普通じゃないって、おお、生えてきた、ニュキ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 勘弁してよ、出たー、ババアミランダ116歳とか115歳とか、なんかそのくらいの金額じゃん、ね、年齢だったっけ。ねえ、ようこそ、え、あなた誰みたいなお前誰っていう、ローズからするとほらお前誰だよってなそりゃそうなるよね。ちゃんと名乗るんだ、優しい。私のことならどうでもよいとか、こういう場合名乗るんだけどね。なるほどね。ってことは、成長したローズって、もともとその持ち合わせている力っていうのが、まあ、ミランダよりも強大っていうことだから、ってことは、普通に戦えば、ローズに負けてしまうっていうことが分かっていたのに、あえてこうやって挑もうとしているっていうのが、え、ケイは存在しなかったっていうオチ。ハウンド・ウルフ・オバッタ説。いやさあ我がエヴァの器となるがいい。まだ諦めてなかったね。ね、100年の時を経てなんとかって思ったけど、さらにパパ登場。なんでわざわざ変身するんかよ、めんどくせえな。あれパパ意外とおっさん顔、なんかあの口元だけ見ると キングコング梶原みたいな感じがするけど、絶対にな、やばい逃げるに、おーおーおーおおおおお、ショットガン持ってる、親子でショットガン、あ、ちょっと待って、ハンドガンになってる、あれハンドガン構えてたっけ、親子でやっぱショットガン構えた、ね、近いよ、臭いよ、
安っぽい格好しやがって。ねえ待って、本当に父さんなの？ああだが話は後だ、走れ。うわやばいやばいやばい、パパ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 、おパパかっこいい。走り方がなんかもう背中がたくましい。ノープランの丸上げようって言葉がなんか思い浮かんでくる。おやばいやばい、パパ助けて、ロス。さすが、おおかっこいいパパ。兄さんの髪型すげえイケメンだな。あ指輪ある。パパの顔見てどう思った？どうして正体教えてくれなかったの？なんでマイケルって呼ばせたの？いやマイケルって呼ばせたのはね、ミカエルってあなたが勝手につけたからじゃないですか。さすが、もう関係なくザブザブ行くね。ほう、なるほど、影で暗躍していたってことね。心配ない、すぐそこだ。オッケー、パパ浮いてるけど。ローズー、ちょっと待って、変なやつが来た。ちょっと来た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 。116歳の加齢臭は半端ない。おー、ちょっと待って、おー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 、ちょっと待って、116歳でしょ。シンプルに考えるとまだ生きている人いるんじゃないか。このじゃあこの間118歳、いやそんな話はどうでもいい。逃げろ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 。オッケー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 、よし脱出成功。出口探してて、今もう出口来たってことでいいのかな。ここあれじゃないの、エブリンと出会った場所じゃないの。おお、まだ、まあ、いつの間にそんな現れ、おー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 、お爪が長いのね。ネイルアウトするの難しそう。なのうちだ、逃げろ。でもこれローズの精神世界だから逃げても難しいんじゃないの。いやなんで急にモンゴル相撲。おお、吹っ飛ばされた。ちょっと待って、だって普通に戦えばいいんじゃないの。あでも蹴りが強い、お腹刺されてる。モンゴル相撲再び、ちょっと待って、ここはいいから。じゃあ逃げると思ったけど、おお、逆パターンの、逆パターンのルイス。お腹刺さ、あれ何してんの。力を吸い取った結晶をお亡くなり。ブワー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 、目覚める瞬間。もうここまでこういう力みなぎってくるとあれだよね、バイオハザードで何ってなるよね。 I've got this。I have this。 おー急にボス戦、戦ったじゃない、始まった。ちょっと待って、くる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 回る。相変わらずの回転力、相変わらずの回転力。どうしたんだ。 ADE 左右に回避する。 ADE 左右に回避する。 AD って普通に右と左に動くやつだよね。あいて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 、あ近い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 。もうなんか本当、あの年を取った女性ってね、なんかね、あの酸っぱい匂いがするんですよ。カレー臭と呼ぶべきなのか、なんか梅干しの匂いと呼ぶべきなのか、まあ、うん、小学校の時にね、あの嗅がされたね、50代のね、おばさん、数学の先生、算数科の先生が、なんか、飛んでくる光線を吸収する。痛い痛い痛い。攻撃力は大したことねえな。攻撃力は大したことないな。やっぱり精神世界だからちょっと弱ってる。なんか、移動速度も遅いよね。お、吸収しねえし、あ、タイミングよくやらなきゃいけない。そういう落ちか。なるほど、なるほど。飛んでくる。そっか。E さんと違ってガードができない。くそ。あれ、ちょっと待って。むずいな。飛び方がすげえスローモーションなんでね。これ、タイミングよく、ちょっと待って。タイミングよく、来たのを、シュン！おー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 おお、なんか、あの、跳ね返すことがない、あの、ゼルダの伝説みたいな。これを跳ね返せないんかい。ちょっと待って。ほっ！吸収。え、じゃあ、食らってる。普通に食らってる。え？G、巨根じゃねえや。巨根はまずい。ローズの巨根はまずい。ちょっと待って、跳ね返せない。おし、吸い取って。ちょっと待って、ちょ、逃げる。痛い、ちょっと普通に食らってるし。なんで、なんか逃げれねえぞ。はぁ、オッケー、巨根。ぶっとくて、硬くて、長いのでやっただろう。ほら、どうだ。あ、めっちゃ固まってる。今のうち、全打ち込め。こんな力を持っているはずが。いえいえ、今、あの、叩き割って、あ、でもちょっと待って、3つ減ってる。ソーセージが3つ減ってる。ソーセージ3本。あ、そうか、ソーセージ3本もあったら太くて長くて硬いのが出来上がってくる、飛んでる。くしゃん！くしゃみてだ。うまくやったつもりで後悔させてあげる。いやいや、え、なんかさ、そろそろ時間切れだって、なんかさ、後悔させてあげるってさ、時間切れだとか、なんかさ、二重人格みたいな喋り方になってんだよね。さっきからすごいダイブしてるんだよな。
おおおお、目の前に生えてさ、我が子、我が子じゃねえや、我が元へ来るのじゃ。嫌だよ、若いママがいい。え、でもこの時ってミアって確か30、あ、なんかすごいダメージ食らってる感じになってる。使っといた方がいいか、いやまだいいか。おお、あ、ちょ待って、痛い、やばい。回復回復回復、4つもある、まだ大丈夫。回復、近い。あれ、ちょっと待って、回復使えてない、なんでもう一回使う。 OK、 回復、全部回復。お前だけがエヴァー、おー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 、あぶれ、目の前に光線が走ってった。ショットガンでもこの距離から撃ってもあんまりダメージ、あ、待って、光増えてね、同時、やめて、ほう、吸収、ほいちょ、ほいちょ。これあれだな、なんか ボルトみたいな、ボルトの忍術吸収みたいな、忍具使って近い。おりゃー、金婚、どうだ、巨婚、太くて長くて硬いの痛いだろ、ほら避けてみなさいよって。お前のことをつつく、乱れ好き、ドリルくちばし、舌で舐める、舌を舐める、ペロ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 。16歳の少女にそういうことを言わせるため、で、まだ来る、あ、また潜り込んでいって、世界が暗くなるのか。そうだ、おー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 、トン、読み沼、逃げろ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 。あ、なんか落ちてる落ちてる、ハンタマー、何もけろ、お前の苦しみは永遠に続くのだ。あ、ちょ待って、ちょ、親子の遺伝子ってのは半々で似るからね。痛い、硬いのぶつけてやっから、ちょっと、あ、また沈んでいった。おらおら、どっかで接種しろ、おりゃー。どうだ、そろそろ中息の時間だ。おりゃ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 、ちょっと待って、ショットガン意外と遅えな。散弾銃、ショットガンのローズ、ハンドガン、あー、じゃあハンドガン撃ちたかったのに間違えちゃった。2回武器変えちゃった。シュンシュン、お前この野郎、おら、もう終わりにしよう、もうほんと終わりにしていただいて構いませんよ、大丈夫。てか結構しぶと、おーおーおー、急に、あ、何、暗くなった、おお、なんだ、おー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 、ちょ、ああ、これだ、ダメじゃん、積年の恨み、あ、やばい、ツイスターや、あれ、終わった、あ、終わりだわ、多分終わった。あ、ローズ、あ、ローズじゃない、イーサン復活、イーサン復活の儀式、さあここでパパとママ、パパと娘がイチャイチャする時間ですよ。それを後ろで見る、置いてけぼりのマザミなんか吸収してる、ちょうだい、これ何、とっておきの力だよ、パパのをあげる、さあそれをやつにぶちかましてあげるんだ。なんか今までにないくらい快感を得ている。まあ、あのイチャイチャするのはまずはこうちょっと落ち着いた場所、おお、なんか目がウェスカー並みになってるぞ。大いなる力はその体、明けを出すがいい、ジーアリアー、うおー、これでどうなる、あ、おうおうおお、特異菌とどめさす、これ以上の素材はないというのに、また作ったらいいんじゃないの、別の精神世界で生きていけるのね。これも金婚ってまたどっか残っているとかそういう状態になるのかな、どうなるんでしょうか、果たして。あ、終わった、出た出た私のエーバー、死に方まで一緒じゃねえかよ、これ親子にやられる快感なんだな。はい、ご愁傷様でした。100年の歴史に幕を下ろしてくださいませ。今のイーサンの顔見えてたんじゃねえか、多分誰かがあそこだけ切り取ってすごいズームアップして、でイーサンの顔こんなんだったよっていうの。まつげ長いのね、イーサン。
どっちかというとなんかちょっと顔立ち綺麗で女性っぽい顔してるのかもしれないね。まあ、口元だけ見たら梶原だったけどね。あ、カジサックか。梶原さんのお名前を呼び捨てにしてしまった。失礼しました。チャンスを逃してしまったな。うん、I'm so sorry. No, it was my choice, and I don't regret it one bit. If I had left you, then we never would have had this chance to talk face to face. So it's okay.I'm so very proud of you. Love you, Rose. I love you, Dad. いいなあ。こう父からの思いを伝えられ、娘からの思いも伝えられ。ようやくバグった世界からかい、ダメだね。バグってるね。本が消えたりき。おかえりローズ。おお、指輪、コートも手に入れて、指輪も手に入れて。あ、なんかこうやって指輪が手に入れられるんだったら、初めからこれ、ダウンロードパックの、スペシャルコスチュームじゃなくて、E さんのやつ着とけばよかったな。しまったな。それちょっとミスったな。はいか。この野郎。お前、E さんとローズの最愛のシーンになんで朽ち果てていったおばあちゃん出てくんのよ。あ、なるほど。ほう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 。ここであの指輪が戻ってきて、これ、ミアも号泣やろなぁ。とか、ミアはミアどうなる？なるほどね。ここでコート着てるのは、あの時クリスに助けてもらった時に、イーサンにかけてもらったから。で、この指輪は、あれだ、今の戦いの中で最後、得られたものになるってことだよね。なるほどね。だからこれは、あ、そうなんだ。これが終わった後に、シャドウズ・オブ・ローズがあると思ってたけど、逆なんだね。これが、シャドウズ・オブ・ローズが終わって、エイトのエンディングにつながるんだ。はぁ、あ、カプコンのスタッフさん、ようやったなぁ。なるほどなぁ。だこれであれだ、あのセリフもつながってくるわけだ。おー。Hey, Dad. いやぁ、面白い。Happy birthday. で、これお父さんにも、会った後だから、どんなお父さんかっていうのを顔を浮かべながら、こう、語りかけるっていうのが、もうすごいしっくりきてるんだと思うね。ローズ本人もね。テスト。まあ、16歳だもんね。なんか高校の時のテストが一番嫌だった記憶があるわ。うん、大学のテストとかはね、なんかまあ、適当にって言ったらあれだけど、ね、なんかあるけどさ。うん、ええー。Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. これでもエブリンって言ってるってことは、まだそのローズの精神世界、もしくはこの体内の中に、その力としてローズじゃなくて、エブリンが残ってるってことなんだな。で、クリスも知らない力っていうのは、最終的に一旦なくしたけど、イーサンの力も加味して合体した最強の力を握ってるけど、でも、この車の中に入った後に、まだダメコントロールできないっていうのは、やっぱりイーサンと混ざり合った力っていうのが強すぎるから、それをコントロールすることができないっていう、そういう解釈でいいな。彼に似てきたなっていうのは、あの記憶があるから、記憶があるし、で、出会って実際に喋ったってこともあるから、それ知ってるって言えるし、そのこと自体がやっぱりお父さんのこと大好きだから誇らしいというところですかね。なるほどな。ところで、そうそう、この車
だよね、車のとこ、そうそうそう、これ最後立ってるあの男なのか女なのか分かんないけど人がいるんだけど、あれつまりいい誰じゃ結局あれ頼む、しかも止まってるよね確か車がね、止まって拾うのかなんか話しかけるのか分かんないけど、うん、人いるんだよねあそこに。あれはスルーなの、実は E さんでしたとかってオチじゃなく、あ、終わりか、結局、おーおー、カプコンプレゼンツ、ディレクター、はい、木下さん、お疲れ様でございました。はい、最後までご視聴いただきましてね、どうもありがとうございました。まあ、とりあえず、シャドウズ・オブ・ローズ編は、すべて完了ってことですね。もしかして、なんかよくある、ハードコアをクリアした、よくあるというか、バイオにはないか、まあ、なんかちょっと、強いレベルの高い難易度クリアしたら本当のエンディングが待ってるとかそういうオチがあったりとかするけど、結局いろいろまたやっぱ謎残ったままだったね。あの男の人一体何なのとか、エブリンって結局どうなったのとかね、そこら辺あたりとかね、うん、まあ、仮面の公爵に関してはあれはデュークじゃないけど、あ、デュークがそのローズの記憶の中に眠っているけど、まあ本人とはまた別の存在だっていうことだよね。ただじゃあデュークって何者だったのっていう謎が残ったりとかね、まあ、そのあたりが実はバイオ RE4 でちょっとそのあたりを武器商人が触れてきたりとかっていうのがあるかもしれないよね。まあ、バイオ RE4 なんかで実はデュークじゃなくて武器商人自体の名前が、うん、分かったりとかしてね、なんとかみたいな、なんかスペインっぽいね、名前が付けられたりとかしてね、ニコラスとかね、ニコライじゃなくてニコラスとかね、俺の名前ニコラスって言うんだよ、ヒヒヒとか言って。はい。まあ、あれだね、なんとなく、こう、E さんと出会うシーンが、こう、窮地に追い込まれた時に出てきた、ナルトと波風湊みたいな、そんな感じがしたよね。うん。精神世界というか、なんか、ね、キュービーを解放しそうになってやばいっていう状態になった時の、に出てきた、ね、お父さん、ナルトの中に出てきたお父さんみたいな、なんかそんな存在だったような気がするけどね。うん、まあでもトータルしてね、すごい本当にいい作品だったんじゃないかなっていうふうにはもう個人的には思いますね。まあ、かなり満足してますよ。まあ、特にウィンター付けでのE さんの手紙ね、まあ、あれね、本当感傷に浸ってマジでこう涙がもうちょちょ切れている中で、後ろでエブリン出てきた時にはマジでぶん殴ってやりたいっていう気持ちが出てきたよね。しかもあいつただただなんかもう自分が一方的に愛されたいっていう気持ちが前面に出すぎてて、自分がね人のことを愛してあげるっていう、愛すっていうことがなんかもう全くもって無視されているっていうような状態だったから、それはどうなんだろうってずっと思ったけど、まあやっぱりエブリンはエブリンだったねっていう、まあああいう年齢にありがちなね、こう自分だけに矢印を向けているっていうタイプの子なんだろうなっていう気がするけどね、うん、まあそういう人はね残念ながら誰からも愛されることっていうことは、まあ一生訪れることもないんだろうなっていう、まあよくありがちななんとか女子とかにありそうな気がするけどね、まあせっかくのバイオのこのいい話で余韻に浸ってるから、そういうのはあんまり言ってあげない方がいいのかもしれないけど、まあ所詮ゲームの話だからね、うん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 。まあでも一こう娘のね父親としてやっぱこのゲームっていうのは、なんだろう、こうバイオハザード自体っていうのはそのストーリーとかだったりとか、まあゲーム性だったりっていうところに面白さがあるけど、まあこれに関してはその一このプレイヤーに対しての感情だったりとか思いとかっていうところにすごい没入感を持つことができたっていうのは大きかったな。だから8の最後なんかも号泣してたし、実況見てもらった人なんかはこいつ泣いてんなブルーホースみたいなの分かったかもしれないですし、まあ、今回のその手紙のシーンだったりとか最後の愛してるよローズ、私も愛してるよパパっていうシーンがなんかっていうのもやっぱりああいうのがこう今娘、僕の娘が1歳、まあ、もう数ヶ月で2歳になるっていうところなんですけど、まあそれがじゃあ高校1年生とか高校2年生とかになった時にあんなことをこう、まあ、あんなねちょっと特別な環境だからこそ言える言葉なのかもしれないし、あえてパパがいないからこそこう思いの丈としてぶつけられたっていうのがあるかもしれないから、日常的にねうざいパパがずっとなんか15年間16年間居続けて愛してるよパパで僕も愛してるよ娘ちゃんみたいなこととか言えるかって言ったら、まあそうはならないかもしれないけどね、パパうざいパパ臭いって一緒に洗濯物洗わないでとかって言われてるの年頃かもしれないからね、15歳16歳っつったらまあそうならないように加齢臭と身なりだけは気をつけておきたいななんていうふうに思ったりとかするけど、うん、まあ僕の妻がね、まあ、嫁さんが別に自分の父親に対してそういうことを言ったことはないし、反抗期らしい反抗期はなかった。でも反抗期って自分で判断ってできないからね、親から言うからね、僕からすると自分が中学生とか高校生の時ってあんま反抗期なかったつもりがいたけど、
あの母親にあんたの中学の時の反抗期はうざかったよって言われるくらいだから、だから反抗期って自分じゃ気づけないんだろうななんて思ったりするけどね。まあまあそんな感じでね、まあ、あの娘ちゃんの成長一日一日でね、あの子供あのベッドのところなんかでさ、子供なんてずっと見てられるようなって E さんが言ってたけど、まさに本当にそうなんだよね。一日一日こう娘ができることっていうのが増えていくたんびに、なんかやっぱそれを姿を見逃したくないから、まあはっきり言って仕事なんかほっぽり出して、なんかずっとね、一緒に過ごしたいななんていうふうに思ったりするんですよね。だけどまあそれは実際残念ながら叶うことがないっていうところではあるんで、終わりましたね。はい。スタンダード3時間20分。ああ、だからやっぱ4時間くらいで出来上がる。おうおうおお、レコードすげえ達成した。へえ、愛されたかった少女。エブリィのことだね。リトルサクセス。うるせえ、知性成功で。で、シャドウズブ。オッケー。はーい、ということでねえ。こっちにしてくれってね、ダッドジャケットね、うん、しまったな。次やるとき、こそっと裏でやるときはこれやっていこうかな。ちょっとさっき撮った、なんだっけ、リザルトだけちょろっと覗いて終わりにしましょうか。うん。ね、どこだ、エキストじゃあショップじゃなくて、これかな、レコードでした。あ、なんかこれ増えてんのかな、いろいろ。あのね、僕あんまりちょっとやってないんで、ローズマリー・ウィンターズっていうのがチロ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 って出てる。ここら辺はあれだよね、アナザーオーダーですよね。OK、で、あー、なるほどね。全部レコード達成しろってことね。はいはい。で、これミランダの戦い、1回の戦闘中に5回以上、金婚行為。ほう。なるほど。あ、だからあれ、溜まってる間にやらなきゃいけなかったね。あれ？思い出全部見れてなかった。あ、しまった。人形からの攻撃を受けずに書斎に行く。あれ？人形からの攻撃めっちゃ受けてたと思うんだけど。しかも殺されたよね、2回攻撃食らって。あれ？まあいいや。回復薬を一度も、無理。これ一番しょぼいやつにしないといけない。せっかちがある。1時間半、今の半分に削ってやれってか。ほぉ。あと1個読めてないファイル。うわぁ、どこだろう。逃したな、しまった。生きるための知恵。あー、これはパイプ爆弾を構成すれば OK ってところですね。OK、OK。で、愛されたかった少女、エビリンを倒す。まあ、倒すというか、結局倒せないままだったよね。エクスキューショナー。ん？ああ、リサトレバーのことか。顔面いっぱいちゃん。なるほどね。で、合ってるよね。だからこれ普通にあれだよ。二代目ショットガンキラー。はあ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 。二代目ですか。そうだよね。初代 E さんだもんね。二代目ハンドガンマスター。あ、じゃあ、あ、これ、ただ2周目、3周目、どんどんしなさいよっていうことかな。得意金の力80、ああ、使ったんだ、地味に。知らんかった。そんなに使ってたっけな。絶対力だけど。ああ、はいはい。最強がある。あーハードコアね。はい、ハードコア頑張ってみたいと思います。スタンダード。あ、カジュアルか、カジュアル。そうそう。パパの営業。あとは、ここら辺はあれだね。ドールメーカー。うん。OK です。いやー、非常に楽しかったでございますね。ちょっとまた E さんの三人称視点に行くのか、RE2 の実況をするのかっていうのは、ちょっとまた考えたいと思う。まあ、RE4 のね、あの、ところをやるまで、RE4 が発売されるまでは、あのこれまでの作品をちょっとあの雑談交えながらね、繰り返しやっていこうというふうに思ってますんで、またぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、お楽しみいただけたらというふうに思います。ということでね、いやー、めちゃくちゃ面白かったです。また、余韻に浸っていきたいと思いますんで、今日はこの辺りにしたいと思います。ということで、本日も最後まで動画ご視聴ともありがとうございました。また次回パートお会いいたしましょう。お疲れ様でございました。さよなら。バイバイ。